コモ1907はイタリアロンバルディア州コモを本拠地とするサッカークラブである。2021から22シーズンはセリエ B に所属。1907年に FC コモとして創立し AC コモを名乗っていた1949から50シーズンにセリエ A に初昇格。その後はセリエ B で戦うシーズンが多くなったが70年代、80年代と コンスタントにセリエ A 昇格を果たしている。2001から02シーズンにセリエ B で優勝し、14シーズンぶりにセリエ A へ復帰したが、わずか1年で降格。さらに3年連続で降格を味わい、2005年には財政破綻のためセリエ D 落ちを余儀なくされた。翌シーズンは現在のカルチョコモとして、再出発した後に何とか持ち直し、2008から09。 シーズンには、レガプロセコンダディビジオーネジローネエデサニー、プレイオフを勝ち抜いて、レガプロプリマディビジオーネに復帰した。後に、イタリア代表としても活躍するジャンルカザンブロッタが、キャリアをスタートさせたクラブとして有名で、2006年、ドイツワールドカップの優勝メンバーに名を連ねた、ザンブロッタには、コモの名誉会長という職が贈られている。なし中、選手の国籍表記は、 フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。ザンブロガミランに acmilan.com h t t p w w w a c m i l a n c o m j p n e w s シュ6 7 4 0 8プレイオフに勝利し、昇格、プレイアウト破れ降格。また、財政不備によりセリエ C2 への登録が認められなかったため五部であるセリエ D への降格となったプレイオフに勝利し、昇格、プレイオフに勝利し、 昇格破産により降格。新型コロナによりリーグ戦が途中で中止された。ありがとうございます。